はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ルパンレンジャー VS パトレンジャーいただき怪盗ルパンソードです。はい、これはルパンレンジャーの3人が使う共通武器で、 VS チェンジャーが射撃アイテムですから、こちらは近接武器形状になってて、かなり大きなブレードがついてますが、グリップ部分がマジックハンドになってて、この辺が怪盗っぽいかな。こういうアイテムには珍しくデラックスの文字がありませんが、なんでかっていうと鳴る光るどちらも載ってなくって、ということはこのアイテムはなんと音も鳴らないし光らないっていう、戦隊のメイン武器としては相当割り切ったアイテムになってるんですよね。斬撃音とか鳴ってほしいよね。第1話でも使ってましたが、本編だともうちょっと長くって、普通に持つとソードモードで、レバーアクションでマジックハンドモード、これでお宝ゲットって感じかな。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、ルパンソード本体のみですね。ではルパンソード本体を細かく確認しましょう。ぐるっと見回すとこうで、長さはなかなかあって、赤い成形色をベースに結構細かく色分けされてますから、ギギ中のイメージにかなり近い感じで、裏側はこうなってて、ブレード部分は軟質で危なくないようになってますし、グリップ周辺のメカ造形とか塗装も非常に綺麗ですね。そしてマジックハンド部分も中に軟質パーツと、ここにも軟質パーツがあって、音が鳴りませんからトリガーとかはなくって、ここのレバーの前後でマジックハンドが稼働しますね。それ以外はグリップとかこういう感じで持って、いろんな風にルパンソード状態で攻撃なりきりアクションをすることができますが、やっぱりここにトリガーがあって、ジャギンジャギンザンザンみたいな感じで音が鳴ってほしいところではあるな。本編ではいろんな持ち方で攻撃してましたね。ちゃんとグリップ部分にも幅がありますし、ここも大人の僕でも持てますから、全長もあってなりきり度は高いんですが、寂しいなサウンドがないと。で、ここのレバーを動かすことでマジックハンドがこんな感じで稼働しますから、例えばパトレン1号を置いてレバーアクションを使って確保みたいな、そういうことができますし、割と保持力あるね。まあ、片手でこんな感じで動かすのも OK で、しっかり掴めますから、そこまで幅が広くなければある程度のものは自由に掴むことができますね。フルボトルとかも OK。 割と保持力あるかも。しっかり掴める。球玉とかも、あ、丸いから難しい。あ、これ難しい球玉、いや球玉できない。いけた。掴むことも OK で、ウルトラカプセルなんかもこういう繊細そうなやつもいけますね。こういう縦横キューブも小さいサイズだったら OK で、割とどんなものでもサクサクと掴むことができます。確保あれ、ちょっと楽しいぞ。ただレバーアクションでもなんかガッチャーンとかガッシューンとか、そういう音欲しかったな。全長的にはそこそこ長くって、結構長かった忍者一番刀と同じぐらいの長さがあるから、ほんとサイズは申し分ないんですが、トリガーアクションとかないから、あとは脳内で音を鳴らしてザンザンみたいな感じで自分の中で遊ぶしかないかな。まあでも、評価しづらい。とはいえ電池とかも入ってませんから、すごい軽くって扱いやすいですね。ただサブウェポンとかではなくて、3人が1年間ずっと使う共通アイテムだと思われますから、もうちょっととなんとか作り込んで欲しかったかな。とはいえマジックハンドアクションはなかなかいいと思います。とてもシンプルはい、ということでいただき怪盗ルパンソードを紹介しました。いただき怪盗ですから、マジックハンド部分がいただき要素で、こっちが怪盗要素って感じで、見た目は全然かっこよくって、マジックハンドで一応は怪盗要素が入ってますし、全体のメカっぽい造形もすごく良かったと思うんですけど、特にビークルシリーズとの連動もありませんし、本体から音も鳴りませんから、なんとも評価しづらいアイテムでしたね。ただ意外とこういうアイテムがちびっ子たちに大好評だったりしますから、とりあえずはマジックハンドモードの怪盗アクションはなかなか楽しめるギミックだと思います。以上、ルパンレンジャー VS パトレンジャーいただき怪盗ルパンソードの紹介でした。